マスター。我に声をかけるからには、そうか。我が力を欲しているということに違いあるまいな。何を殺す？いいえ、貴様が言えば我はそのようにしよう。いかなる場所へと赴くのか、それともシミュレーターとやらでも起動してみせるか。では、要件を聞くとしよう、マスター。ん？マスター。なんだこれは。何なのだ。チョコラータ。多少の魔力源ではあるようだが、なぜこのようなものを我に渡す。わからん。わからない。忘れたか。我は死。我は闇。我は殺すためにあるものだ。ただ一人を殺すために形をなすこの我は、しかし貴様の敵を殺すためのものとしてここに限界している。あるいは異分体に限界せし我であれば違っていたろうが、水郷はよすがいい、マスター。我は、私は、我は死。神に愛された男を殺す者。私は、我は、そのようにあらなくてはならない。我が身は同国、我が身は良縁の果てであり、醜き人間どもの闇である。誰だ。サリエリは死んだ。今もその魂は似姿としてさえ地上によみがえることはあるまいよ。間違えてはいけない、マスター。私を人のように扱うな。それはいけない。それだけはいけない。